この招待相当が成立するためにはどんな分子が必要ですか。どんな仕組みが必要でしょう。小胞体の中に異常、普段はちゃんと工事構造形成できて、これどれぐらいでき、あの割合で異常タンパクができるかっていうのはすごい議論があって、もう2000年になって20世紀になってちょっと初めの頃にすごいチャレンジがあって、我々はこのシャピロンの研究者なので、シャピロンはきちっと働いているもんでほとんどいい形になると思っていたんですね。思っていたんだけども、免疫の人がそれに対してすごいチャレンジをしてきて作られた、最初ネイチャーに出た論文では、最初作られたタンパクの3分の1は1回も使われずに壊されているという話が出て、でその後の次の年はサイエンスで見たら、やっぱ同じ免疫の人が半分のタンパクは1回も使われることなく壊されているというのが出てきて、我々シャピロン業界はショックを受けて、そんなにこのシステムって不完全なものなのか、そんな全く何も作るんだけどすぐに壊すようなことが起こるのかということが言われて、これどうすんだという話をしてたんですけど、それは免疫の人たちにとってはそんな無駄はするんだけども、無駄はで終わるんじゃなくて、生態にとっては有利だという、どこが有利でしょう、どうなったら有利でしょう。だから、そういうふうに免疫は分解は どこで起こりますか。細胞のタンパク分解はどこで起こる。プロテアソームですね。もう一つ、まあ、リソソームでも起こるけども、もう一つプロテアソームという、プロテアソームとリソソームが主なタンパク分解の場で、プロテアソームでタンパク分解したときにはどこまで分解しますか。アミノ酸まで行く。これは全部バラバラにはしないね。リソソームまで行っちゃったら、これは全部アミノ酸レベルまで行って再利用にされる。再利用されて次のタンパク合成に使われるですね。ですがプロテアソームの場合は8から10アミノ酸ぐらいまでしか壊されないんですね。これは端から順番に削っていくプロテアゼっていうのもあるんですけど、このプロテアソームの場合は活性中心に3種類あって、トリプシン用、キモトリプシン用、カスパーゼ用とかいうやつで、塩基性のアミノ酸のところで切るとか、疎水性のアミノ酸のところで切るとかというような形で端から順番に削っていくんではないので、切れるところが、まあ、出る頻度っていうのがこれぐらいだから、8アミノ酸から10アミノ酸大きいぐらいに切れるところが出てくるという、そういうなので完全にアミノ酸まではいかないです。このペプチド、我々はどう利用してるでしょう。免疫のために習ってますかね。免疫で習うかな。これ免疫による監視システムに使われるという話はならないかな。これ抗原提示というのに使われるという、細胞表面で、この中にもちょっと書きにくいから、細胞表面に抗原を提示するというシステムがあって、もうここは核はちょっと省略しますけど、このペプチドはこれ小胞体ね、トランスポーター、小胞体の中にはトランスポーターがあって、トランスポーターを介して小胞体の中に入っていきます。組織適合性抗原って聞いたことある。習わない。習ったことある。個人移植した時なんかに問題になるやつね。そのいくつかのタイプがそういうの、MHC という組織適合性複合体、メジャーヒストコンパティビリティコンプレックスというんですけど、こういうのが小胞体の中に待ち構えています。これこの2つのタンパク質からなるものなんですけど、これはこうやってもうすでに介護してるんですけど、これだけではまだ1人前だと認められてなくて、まだこれ小胞体の中に止まってるんですね。これいい形になったものはその先へ進んでいくんだけど、まだこれでは不十分、形として不十分だということになって、まだ小胞体の中に溜まっています。この上にこのペプチドが乗っかると1人前だというふうになって、この
細胞膜まで行くという。そういうシステムですね。で、これが、だからプロテアソームでできたペプチドが、この MHC クラス1に乗っかって、細胞表面に行っと、抗原提示をしているのを、提示された抗原を T 細胞がチェックするというシステム。で、免疫で重要なのは、自分か、そうじゃないか、自己か非自己かというのはとても大事ですよね。自分以外のものがいたら、がんがいたらやばいわけで、ウイルスがいたらやばいわけで、で、この T 細胞がこの抗原提示をしているものを見て、今この細胞は大丈夫か、変なふうになってないかという監視をしています。だから通常、自分の通常こういう過程でできた、あの普通のプロセスでできたペプチドだと自己ですよね。自分自身のペプチドなので、これ提示されても、これは T 細胞は自分の抗原が提示されていると、ので別に問題ないわけね。例えばウイルスが感染したとします。インフルエンザですから、それもインフルエンザウイルスなんかも、この最終的にはプラズマメンブレンからバディングしていって感染するんで、全部この中のこういうシステムを使ってますよね。このシステム、宿主のシステムを使ってウイルスのタンパクを合成して、で、またウイルスの粒子ができて、出ていって、まあ、次の細胞に感染するということになると、それが時に、例えば、ずっと感染したウイルスが、できたものがやってきて、それがまあいろんなところで壊されて、最終的にペプチドができてきてからでは遅いですよね。で、この免疫学者がこのシステムがいいというのは、できたウイルスのタンパクはやっぱりこういう小玉結合性リボンなんかで作られていると。で、作ったウイルスのタンパクを一回も使わずにすぐ壊せば、最終的にこのウイルスの粒子になってから壊すんじゃなくて、粒子になる前の段階から壊していれば、で、すぐにこの抗原提示ができて、今、リアルタイムで何が、どんなタンパクを作ってるかが分かると。つかみます？今、一回も使う前かに壊して、抗原提示に持っていけば、感染初期の段階で、この、今のこの細胞は、ウイルスに感染されしている、これがほっとくとどんどん増殖する可能性があるから、早めに T 細胞が見つけて、これをこの細胞を殺すことができるという。だから作ったタンパクの3分の1とか半分を1回も使わずに壊すというのはすごい無駄に見えるけども、自分が今何を、この細胞が今何を作ってるかというのをリアルタイムで抗原提示に使うことができるので、変な細胞にウイルスに乗っ取られてるか感染されてるかどうかとかいうのをいつも体内でチェックできると。だから早めの対応ができるというのが、その免疫学者の人たちの言い分だったね。で、それがまあ、すごい面白いと思われて、ネイチャーとかサイエンスとかという、まあ、商業誌に出たわけですけども、